はい、こんにちは。そろばん情報局塾長の夏美です。はい、今日はですね、そろばんのお名前と姿勢とか鉛筆の持ち方とか、そういうね、基本的なところのお話をしていきます。はい、で、皆さんはね、そろばんお持ちの方はお手元にね、用意してもらって動画を見てください。はい、では早速始めていきます。そろばんをするときは、まずね、右手で計算をします。計算するのは親指と人差し指。これは左利きの人も必ず右手で計算をしてください。はい、で、次にね、鉛筆の持ち方ですね。鉛筆はできればね、シャーペンとかこういうね、長いもの、長い鉛筆よりも短い方、短めの鉛筆を使ってください。はい、で、このね、長さの基準なんですけど、グーをした時、握り拳を作った時にちょっとだけはみ出るくらいの長さが理想です。はい、これくらいですね。これくらいでも大丈夫です。ほんのちょっとだけ出る形ですね。で、持ち方は右手の親指側に鉛筆のお尻が来るように。で、小指の方に鉛筆書く方が来るように持ってください。こんな形ですね。で、そろばんするときはこの2つ、親指と人差し指を使ってパチパチします。こんな感じです。はい、こういうふうにやってください。はい、で、なんで長い鉛筆とか普通のね、シャーペンとかがダメなのかというとね、はい、そろばんは基本的に左から右に進んでいくんですね。左に行けば行くほど大きい桁で、右に行けば行くほど小さい桁になっていくんですね。なので、大きい桁から置いていくので、基本的に右から左にこういうふうに動いていきます。なので、実際やってみるとね、はい、この状態の時に、ここが邪魔して、この下が見えないんですよね。なので、繰り上がる時とかが見にくいんですよ。っていうのがあるから、できるだけ短いもの。で、じゃあ、ここ短く持ったらいいんじゃないの？って思うかもしれないんですけど、ここ短く持っちゃうと、はい、もう、当たってますよね。当たって、これが自分でそろばんに置いたものなのか、このね、長さでたまたま当たっちゃっただけのものなのか、わかんなくなってくるんです。なので、できるだけ邪魔にならないものとなると、こういう短い鉛筆ですね。はい、という理由で、こういう短いのを使ってください。で、左利きの人は鉛筆持たずにテーブルに置いてもらって、で、右手で計算をして、計算するときはこの形です。鉛筆持ってなくっても、軽く3本はグーをしてもらって、こんな状態ですね。この2本だけを動かしていくっていう感じです。で、この状態で計算をして、答えが出たら、鉛筆持って答えを書くっていうのが基本になります。はい。で、そろばんをするとき、姿勢は自然にしてください。はい。あまりにもこう近くなりすぎたりとか、反対にこうのけぞったりとか、そういうのはね、肩とか腰とかに、ダメージが来てしまうので、あとね、目も悪くなってしまうので、普通にね、お勉強するときと同じような感じですね。机とだいたい握り拳一つ分くらいをこう開けてもらって、で、背筋はね、自然に伸ばしてもらって、で、頭だけ、ちょっとね、角度、下に向けるような、こんな状態ですね。こんな状態でパチパチしてもらいます。はい。では、次。はい。そろばんのね、お名前についてお話をしていきます。はい。では、いきますね。まず、そろばんにはね、大きく分けて、2つのね、種類があるんです。はい。まず、1つ目。左側にボタンがついているタイプ。このことをワンタッチそろばんと言います。ワンタッチ。はい。で、
もう一つ。何もボタンがついていないタイプ。これのことをスタンダードそろばんと言います。スタンダード。はい。こちらね、ボタンついてないスタンダードの方は昔ながらのそろばんをイメージしてもらったらいいかと思います。はい。では、このね、二つの違いなんですけど、ワンタッチそろばんは、そろばんのね、盤面が汚くなっても、すぐにね、そろばんをゼロにすることができるんです。ボタンを押すだけで、ゼロにできる。これがそろばんのね、ゼロの状態です。はい。で、このね、そろばんをゼロにすることを、誤破算と言います。誤破算。はい。なので、答えが出るたびに毎回誤破算をします。で、その誤破算をこのボタン一つでできるから、スピードが速くなる。そういうね、特徴がワンタッチそろばんにはあります。はい。では次、スタンダードそろばんの方に行きますね。スタンダードそろばんは、誤破算をするときに、自分のね、手でやる必要があります。はい。では、スタンダードの方の誤破算のやり方、行きますね。両方の手で持って、自分の方に傾けます。そしたらね、全部玉がね、下に降りますよね。その状態になったら、優しくテーブルに置きましょう。で、左手はそろばんを持ったまま、右手の人差し指で一番左の玉を一つ上に上げます。はい。で、このまま横に滑らしていく。はい。こんな感じです。これをもっと早くできるように練習してください。では、一回やってみますね。こんな感じですね。これくらいの音が鳴るくらいまで早くね、できるように練習をしてください。で、このスタンダードのソロ版をお使いの方は、必ずね、今くらいの速さになるまで、ソロ版のね、練習をする前に5回くらい、毎回この誤破算の練習をしてから、ソロ版の問題に入ってください。はい、では、次に、ソロバンのね、お名前やっていきますね。まず、ソロバンの周り、この黒い部分ですね。この黒い部分のことを枠って言います。枠、そのまんまですね。枠です。はい。で、ソロバンをするときは、左手で枠を必ず持ってください。枠を持たないと、こう、動いちゃうんですね、ソロバンが。はい。ということが起きてしまうので、必ず左手でソロバンを押さえる。動かないように押さえる。これは必ず守ってください。はい。で、次行きますね。そろばん、真ん中に白い棒があるの分かりますかね。これですね、ここ。はい。これのことを針と言います。針。これは覚えなくていいです。はい。で、次、ここから大事になってくるので、ここからはしっかり覚えてください。はい。針のところにところどころ黒い点があるのがわかるかと思います。これですね。はい。この黒い点のことを定位点と言います。位を定める点という意味で定位点と言います。で、そろばんはね、この定位点の位置で、この自分が置きたいのがどこかっていうのを判断します。で、そろばんするときは、まずね、ど真ん中の定位点。私のそろばんの真ん中、ここなんですけど、ここの定位点を使ってください。ここの定位点に1から9を置く。ここがね、1の位って言います。はい。で、ここから左に行けば行くほど大きくなっていきます。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。みたいな感じですね。はい。で、ここが1の位で、こっちに行くほどちっちゃくなっていきます。0.1、0.01 みたいな感じですね。はい。で、そうですね。なので、この定位点があることによって、だいたいね、パッと見ただけで、ここが1000万の位とか、ここが1万とか、そういうふうにすぐにね、判断することができるようになってきます。はい。なので、この定位点は非常に重要な役割を持っているので、しっかり覚えてください。はい。では次行きますね。そろばんね、縦でも木の棒が通ってるの分かりますかね。はい。これですね。これ。
ょっとぼやけてるけど、ここのね、この棒のことです。全部についてますよね。この棒のことを桁と言います。桁、これもね、よく使う言葉なのでしっかり覚えてください。で、そろばんのね、横幅、長さのことも桁で表します。なのでこのそろばんは23桁のそろばんです。はい、ちなみにこっちは13桁のそろばんです。数えてみましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。 はい、13桁のそろばんです。はい、で、そろばんやるときは真ん中の定位点を使うので、ここが1桁と言います。で、2桁って言われたらここですね。3桁って言われたらここっていう風に変わってきます。これもね、しっかり覚えてください。はい、では次、玉。玉のね、お名前に行きますね。はい、そろばん、下に4つの玉があるかと思います。はい、この4つの玉のことを1玉と言います。1玉。1玉は1つで1を表します。はい、では真ん中の定位点に。はい、これは1です。では、これは2個あるので2です。そろばんで2はこの形。では次。これは3ですね。はい、これは4ですね。はい、こういうふうにね、そろばんでは1から4を表現します。はい、では次、上。上にもそろばんの玉1つだけありますよね。この玉のことを5玉と言います。5玉。5玉は1つで5を表します。上が5円玉で、下が1円玉って思ってもらったらいいと思います。はい、では、これが5ですね。はい、では次。5と1。5と1。6ですね。はい、これはそろばんで6の形です。数え方は上から5を6って数えます。はい、では次、これは567ですね。これは5678。これは56789。はい、こういう風に表現します。はい、そろばんをね、やるときは、このね、形を見ただけで、これは何の形っていうのをね、すぐに判断できるようになってください。左から1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。はい、この形が基本になってきます。はい、で、次のね、動画では、ちょっとね、簡単な問題を使って、この実際にそろばんの玉を動かす時の指使いですね。指の使い方とか、そういうところをお話ししていきます。で、そろばんはこの指使い、運指って言うんですけど、運指がとても重要になってきます。もう一つね、運指っていうのもあるんですけど、運指はちょっとね、まだ先のお話にはなってくるので、またね、改めて動画でご説明いたします。はい、ではね、今日の動画はこれでおしまいです。チャンネル登録と高評価もしていただけると大変励みになります。じゃあまた次の動画で。バイバイ。